はい、ディープレコムの杉本なんですけど、今日は経営とファイナンスの二刀流経営というテーマについてお話していこうと思います。まあ、筆者自身伝達手段として、まあ、音楽、映画、本、まあ、自分の周りでも共通の話題として挙げるんですけど、なんかそれ多くの場合ギャンブルになりがちで、なんでかっていうと、その偏りがあるからですね。僕の持ってる受けてきた影響とか恩恵とか情報に偏りがあるので、例えばなんですけど、10歳、違うな、20歳年上の経営者の先輩に、稲盛和夫の話をしたら受けるんですよ。でも、それ以外の人、大体、稲盛和夫って誰？っていうことになるわけですね。まあ、KDDI の創業者なわけなんですけど、その話を、して、まあ、例えば、「生き方」っていう本いいよねっていうならないわけですね。なので伝達手段を、まあ、考える必要があると。で、相手にとってどういう情報を伝えればいいのか、っていうのは異なるので、その辺の知識をつけていくことプラス、その辺の知識を省もう取らないっていう戦略を取るのか、もしくはどこの知識を取っていくのか、っていうのがマーケティングになるんですけど、これがビジネス二刀流経営の部分ですね。です。で、多くの場合、大体伝わるのが漫画の例えとかアニメの例えになるんですよ。日本人特に、まあ、この情報というか媒体というか、に触れてきた人が多いので、漫画やアニメは非常に親しみやすいですよね。なので、これを使って例えて伝達していくのが非常に有効になります。鳥山明さんが最近亡くなった時に世界中で、ね、惜しまれる結果となって、日本の漫画文化の重要性再認識させられましたよね。そのぐらい漫画っていうのが共通、みんなの共通認識の頭の中にあるので、それで伝えていく、伝達していくってなると、こいつ分かってるなっていうふうになるわけですね。あとは、まあ、見た目とか、その人のも本当に持ってる情報とか、あと話し方っすよね。僕みたいに淡々と話すタイプって、まあ、直感的に面白くないわけですよ。なので、この人をディズニーランドに連れてっても楽しまんやろなっていう、思い込みを、相手にとっての思い込みを受けるわけなので、ディズニーランドに連れてってもこいつ楽しいやろなっていう、まあ、ディズニーランドにつつディズニーランド一緒に行きたい場合は、ディズニーランド連れてっても楽しんでくれるやろなっていう自分を、出していかないといけないわけですね。実際に楽しいんですよ。でも楽しそうに見られないと、相手にとって楽しそうに見られないと失敗なわけです。はい。で、本題に戻るんですけど、この伝達が大事なんですよね。伝達が大事なんですよ。結論として伝達が大事ですっていうところになるんですけど、その前に、インプットですね。分析していくところ、結果を出すところ、それだけにおいては、正直、数字だけです。数学です。なぜかっていうと、この仕組みというかをシミュレーションしたり構造化するのに一番簡単な道具っていうのが数学にあるからなんですね。例えば物理学、社会学でもいいですけど、特に経済とか統計とか、熱力学とかにおける物事の動き、現象を測るのに一番最適な道具って数式じゃないですか。なので、そういう分野においては、っていうか、そういう分野、研究とファイナンスの流れを知る、それ自体を理解するっていうことにおいては、数学命です。もうそれしか
それしかない、抽象化した分野もそれしかないって言われる、言ってもいいぐらい、まあ、それしかないですね。で、この基礎的な部分で当たり前やろっていう話なんで、なんで理系文系で、対立が起きるのかとか、でそこまで噛み砕いて話してる人いないわけですね。みんな自分のポジションを取りたいわけなので、その両方の重要性を解くことで、何ていうんですか、自分のポジションも確立できますし、まあ、相手の尊重もできますし、プラスで、両方持ってるっていう融合もできるわけですね。強みがないっていう、強みを生かせないっていう弱みに移る場合もあるんですけど、まあ、大体は相手にとってとか自分にとって客観的にも、強みっていうのは浮き彫りになってきますんで、最大限そこで実力を発揮するっていう前提を踏まえた上で、ね、両方取っていくっていうのが重要になってきます。まあ、広さ深さのところですね。はい。で、結論の言語能力が大事っていうところですね。うん、で、文字が、なんで伝達していくかって考えたときに、研究も経営も何が重要かっていうと、執筆と対話なんですよ。うん、つまり、価値が認められる、うん、価値としてそれが重要であるっていう形にするには言語にしないといけないわけですね。大体芸術の場合とか、まあ、その他他もろもろのアウトプットの場合は言語じゃなくてもいいんですけど、本当に基礎、まあ、は、言語ですね。しかも昨今、生成 AI とか LLM 大規模言語モデルが発達したことによってで、それこれまで以上に、言語の重要性が解かれるようになっていて、プロンプトって言うんですよ。生成 AI に何か呪文お願い事をするんですけど、 AI に何かお願い事をして、例えば絵を描いてくれる、曲を作ってくれる、なんか教育してくれる、教えてなんか自分の知りたい情報についても Google 先生みたいにですね、教えてくれるとかやってくれるわけなんですけど、そのためにその呪文を打たないといけないわけですね。プロンプトっていう、それも言語能力なわけなので、だから数学、英語、国語、プロンプトなんですよ今の時代。だから、言語能力を磨いていこうっていうのが、ずっと、繰り返し言ってることですね。この動画で繰り返し言ってることですね。で、プレゼン講義対話で伝達手法、プレゼン講義対話とかでの伝達手法っていうのが、研究と経営の両輪を回すために必要になってくる、わけですね。これは言語、国語ではなく、国語だけじゃなくて、まあ、外国語も含まれます。先ほども言いましたように、プロンプトも含まれますと。これを二刀流を実現するためには、本質を抑えるためにはその言語能力が必要になってくるっていうわけですね。なので、ここが、まあ、実力の部分になってくるのではないでしょうか。実力がないとみなされるのも実力ですし、本当にその知識を持っていないというのも実力になります。はい。本当にその知識が持っていない知識を、知識じゃなくてもいいですし、スキル、実力があって認められない状態は、いわゆる国語的な能力が低い、状態になります。で、本当に実力はない、本当の実態はないけど認められる力はあるっていうのは、国語的な力がある、って言いますね。なんでその両輪を回していくことが、重要になってきます。まあ、見える化するために、見える化っていうか、見えないところを理解していくために言語能力が
必要なわけですね。で、伝達において日常で数式を持ち出す人はいないので、いないですよね。なぜなら面白みがないからですと。なのでアウトプットに必ず、向こう側に人がいますよ。その人が理解する、情報の中で一番ポピュラーなものって何ですか？言語ですよね。日本人なら国語、外国人なら英語、まあ主流ですけど、 AI 相手ならプロンプトになるわけです。はい。で、なんでこんなに言語言ってるかっていうと、価値を作るじゃないですか。その人の中で価値が、実体が思っているとします。いわゆる分析的な部分、スキル的な部分とか、構造的な部分、シミュレーション的な部分、あるいはものに特化した部分ですね、これをいわゆるエンジニアリングと営業の何て言うんですか、関係にも結びつきますけど、研究すると論文がアウトプットされるじゃないですか。もしくは発明すると特許とか、その発明したものが出来上がるじゃないですか。例えばそれは研究者とか発明家だとして、音楽家の場合は自分が演奏したものがアウトプットされるじゃないですか、音として。でビジネスマンはお客様にサービスを提供するじゃないですか、サービスがあるじゃないですか。で AI にはそのアウトプットででは画像とか、テキストとか、まあ、今だと 3D モデルとかあるみたいですね。そういうのがありますと。これアウトプットですね。で、インプットを行うためには、それ数理的な賢さがいるわけですよ。なぜなら構造化できるから、ものを作り上げるっていうことができるわけですね。これは専門スキルみたいにもなったりしますけど、いわゆる医療業界でいうと医者的な部分、ポジションになります、全部知識持ってるよ、それをものにするよっていうところですね。でもそれを実行しなければいけない、実行というか人に価値として提供していかなければいけないわけですよね。まあさっきの医者の例で言うと、医者の指令のもと看護師が患者に対して施術を行う、これがここで価値が発生するわけですね、医療機関としての、他に研究機関としての、が機能するためには、研究者が論文を持ち出しました、その教授に対してこの論文が、伝達されるかどうか、っていうのが重要になってきます。例えばこの言語的な説明が不足したために、その論文が却下されました。そしたら、作った価値っていうのは意味をなさなくなってしまうわけですね。同じように金融機関が機能するためには、例えば経営者、企業家がいて、そこから資金を調達するまでのプロセス、アウトプットを行うのに資本政策がいるわけです。あるいは銀行とかの何ていうんですか、堅実なスタイルの金融機関だったら、資本政策、数字をメインとした、まあ、例えば何月に何ぼ儲けます、経費はこんなにかかります、営業利益こんぐらいで見込みですよっていうのを渡していく、説明していくわけですよ。これ数字で説明していくわけですね。他には
VC、ベンチャーキャピタルから投資家、もしくは個人投資家、エンジェル投資家、にサービスを説明して資金を調達するときには、プレゼンテーションだったり、言語、PR を行っていかないといけないわけですね。こういうアウトプット、金融機関が機能するまでのアウトプットのプロセスに言語能力が必要になってくると、いうわけです。まあ、抽象化すると、研究機関に論文を持ち出すときも、金融機関に、から資金調達を行うときも、最終的には、どんだけ分析を行ったとて、どんだけものを作ったとて、で、この説明のところがない、抜けてると、先に進まないわけですね。で、世の中に価値として、成立しないわけですよ。なので、その部分、その部、はい、失礼しました。その中の部分っていうのが、価値があるわけですね。まあ、お客さんにサービスを説明、提供するときも、営業のポジションがありますし、思い通りの生成 AI の成果物を出すときも、プロンプトっていう、中間言語能力があるわけですね。抽象化すれば全て言語能力になるわけです。で、科学とビジネスの、日常的に行われるものとして、講義プレゼンとか対話とか、まあ、そういうものも全部抽象化すれば言語能力になるので、それが必要になってきますというわけですね。で、それだけでは抽象化すぎますよね。例えばめちゃくちゃ数学できますっていう、それに特化してしすぎてれば、それが価値として世の中に届けられるんですけど、まあ、大体みんなある程度はできるんですよ。そういう教育を受けますから。なので、社会実装するために、実行するために、個人の原体験とかインスピレーション、需要、マーケットの需要、相手の需要から来る、自分の特技、専門性を見つける、発揮していくことが、マーケティングになるわけですね。重要になってくるわけですね。なので、根本として言語能力を磨きましょうっていうのが、社会で、通用するための、個人になるため、あるいは集団の一人になるための、施策になります。これはね、結構抽象的な話題なんですけど、こういう本質的な内容を抑えないと、なんかいろいろやっていく上でしんどくなる場面があるので、まあ、適宜アウトプットしていくことが、まあ、つながる、今後につながっていく、というわけですね。はい。最後、なんか店頭で、なんかよくわからない、答えになってしまいましたが、ずっと言ってるのは言語能力、言語能力、言語能力。こういう、人、物をつなぐ橋渡しとして言語があります。で、その、物を理解する能力として、数字とか、シミュレーションとか、数式とか、モデルとかっていう言語がありますというわけなので、はい。他の言語、まあ、絵とか、芸術的なアウトプットっていうのは、なかなか、なんていうんですか、全員が持ってるものではないので、アーティストっていうのは難しいって言われてますね。はい。ということで、いろんな、まあ、角度から、言語と芸術と、について語りました。が、研究とファイナンスにおける二刀流の技術、経営を実現するためには、結局数理モデルと真ん中の言語が必要だよねっていう結論でした。まあ、当たり前の話なんですけど、皆さんも、
そこを磨くように、努めてください。まあ、アートがしんどいっていう話ですね。はい。以上です。ご視聴ありがとうございました。